ここ落ちるボール打たせてショートゴロ。さあ小川のフィールディングどうでしょう。一塁はアウトになりました。昨日は、まあ、静岡のゲーム土のグラウンドでかなりイレギュラーバウンドしたところでね、そらすケースがあったんですけれども、弾くケースがあったんですが、ここはゾゾマリンではやってもらわないと困るという感じです。ショートはでもその立川さんのおっしゃったオープン戦になりそうです。打たせたショートゴロ、比較守っていた小川です。スリーアウトから入っての3年目という滝野、詰まりました。森脇コーチと今岡コーチがいます。バットが折れた。ショートややあらかじめ深めでした。小川が取ってスリーアウト。ここはストライク先行できた小笠原。どうだ、ライト前に持ちません。平田がここは素晴らしい守備を、ここも払うようなバッティング。ただどうでしょう、ショートかセンターか、ショートの小川が下がって取りました。止まれました。だいぶバットも長く見えます。どうだ、右中間です。高々と上がりました。打球の伸びはセンター、ここは岡林が一番深いところで追いついています。打たせたショート、一塁アウトでランナーそのままです。小川に飛ぶ打球は多いんですが、今日これ 1,2,3,4,5,6 回目ですかね、フライも含めてね。再び直球、ぐしゃっという音でショートゴロ、ツーアウト。強打で連続でない。あ、そうか。ただランナー、おっと、ここで面白いアイデア、お、投げられない。こういうこともできます。これは一つアピールもできましたし、ナイスセーフティーバントでした。うまかったですね。絶妙に平行に行きましたね、三塁線と。さあ、そしてここは1番藤原に代わって、ランナースタート。ここで小川がスタートを切っていきました。これディレードですね。そうですよね、はい。結果盗塁、記録は盗塁となりますが、特にドラゴンズバッテリーがうんぬんではなく、もう本当に、はい。